8月に入りまして蒸し暑い日々が続いており、インドア派には厳しい季節が到来しましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は先日、100万円という大金をちょっと消し去ってしまい、なおかつ妹に勇気を出して連絡したにもかかわらずシカトされるっていう事件が発覚してしまったんですけど、あ、ちなみにこの話に関連性はないです。妹に100万円盗み取られたとかいうそういう話はなくて、まあ、別々の話なんですが、また別の機会に話そうと思います。で、これランクマ最終日の動画で、まあ、朝の5時ぐらいかな、ランクマシーズン終了4時間前ぐらいの対戦で、相手が37位で結構順位高かったんで、まあ、これ勝てれば、まあ、100位以内余裕で入るかなって感じだったんですけど、まあ、相手のパーティーがね、まあ、そのポリゴン2のトリックルームと、まあ、ジバコイルウーラオスみたいな組み合わせ、ウーラオスで、ね、ウオノラゴンみたいな組み合わせか、まあエルフンの追い風、タスキ追い風からの、まあ、ウオノラゴン連打かとか、なんかよくわかんなかったんですけど、まあ、ウオノラゴンとジバコイル以外だったらリザードンから入ってけばどうにかなりそうだったんで、まあ、リザードンから入って、まあ、ジバコイルが来たらカバルドンに下げて、ウオノラゴンが来たら、まあ、グラッシード持ってる、ゴリランダーで受けようかなと思って、まあ、リザードンから入ったんですが、まあ、これ出し負けました。ちなみに、この対戦動画、まあ、後付けで撮ってるんですが、まあ、おもんないよって方のために、左上でちょっとお絵描きしとこうと思うんで、まあ、興味ない人はそっちだけ見といてもらえれば OK です。まあ、このタイミングはジバコイルが特性頑丈を持ってることもあり、まあ、出し負けの可能性が高かったんで、一旦カバルドンに引きました。で、ここね、まあ、鋼技交代呼びでラスターカノンとか撃たれたら、まあ、厳しい対面だったんですが、まあ、素直に電気技撃ってきてくれたんで、ここは良くて、で、まあ、ここ、地震とか打っても後取れないんで、まあ、相手の裏見るためにまずあくびから入りましたね。で、引っ込めてきて、まあ、個人的にはポリゴン2とかウオノラゴンかなと思ってたんですが、まあ、ウオノラゴンが出てきてウオノラゴンにあくびを入れることが成功と。まあ、ウオノラゴン、環境にいるウオノラゴンは、まあ、スカーフか、まあ、ハチマキがメジャーだと思ってて、まあ、とりあえずあくび入れて、ワンチャンなんかそのハチマキ型とかだったら、まあ、寝言と、エラ神しか覚えてないウオノラゴンとかもいるんで、ワンチャンエラ神突破あるかなと思ったけど、守る、打ってたんだけど、まあ、ここの守る浅かったね。まあ、別になんかあくび連打でよかった。まあ、ウオノラゴンが突っ張ってきたら突っ張ってきたで寝るし、なんかそのウオノラゴンをゴリランダーとかの起点にすればよかったんで、ここの守るは浅かったなと思ったけど、まあ、もう一回ジバコイルが出てきて、まあ、多分あくび、こっちからしたら、こっちの安定コードアクビだから、まあ、ジバコイルで普通に突っ張ってくるだろうなと思って、まあ、ジバコイルの頑丈絶対潰しときたかったんで、ここはアクビじゃなくてね、自信打ちましたね。まあ、狙い通りジバコイルが突っ張ってきてくれて、ちょ、ラスタカノン強えっつってこれ、まあ、メガネ確定なんだけど、相手のジバコイルの持ち物。自信で、まあ、頑丈だったんだけど、ジバコイルここまで削って、で、次ね、ちょっと浅かったわ。相手ラスターガノン打ってきてて、まあ、カバルドンこれ食べ残しの回復量合わせても、まあ、どうせジバコイルの攻撃耐えれないんだよね。で、ここ守る押しちゃったんだけど、まあ、正直これここの守るってさっき言ったみたいに回復したところで、まあ、ジバコイルの攻撃耐えれないんで、まあ、やるメリットがそんななくて、まあ、ジバコイル引っ込めて、まあ、ウオノラゴンが出てくるっていう、まあ、最悪の一旦でしたね。いや、ここ正直もうどっちにしろカバルドン切る前提で、まあ、動くべきだったから、ちょ、マジで、浅い一旦だったんだけど、で、汗ーこの立ち回り、俺の人生ぐらい汗ーってふざけながら、まあ、焦ってたんだけど、まあ、とりあえず、ウオノラゴンはこだわり持ちが多いんで、何打ってくるか一旦見ようと思って守るから入って、まあ、もちろん相手のウオノラゴンの攻撃はね、えらっガビなんですけど、問題はここで、カバルドンを切って、まあ、裏のポケモンで展開するか、まあ、カバルドンもまだ生かしとくか、ちょっと迷ったんだけど、まあ、相手の裏がエルフーンとか、まあ、ポリゴン2で、まあ、トリックルームとか、追い風を絡めて、ウオノラゴンを展開してきた時に、まあ、残ポケ数っていう意味でも、まあ、カバルドンの守るがあるっていう意味でも、まあ、そこら辺のターン枯らせるかなと思って、まだ取っとくことを意識して、まあ、エラガミ半減だし、まあ、こいつグラッシーロ持ってて結構耐久が高いプラス、まあ、ここで相手のウオノラゴンのエラガミのダメージを見ることで、まあ、ハチマキか、まあ、スカーフガっていう、まあ、二択から、まあ、どっちかに絞ることができるなと思って、まあ、ゴリランダ出したんですけど、つえーっつって、ま、これは、強いんだけど、これは、なんか火力的に、
8番機だったらね、多分もうちょい入るんだよね、ウオノラゴンの攻撃。まあ、だから、まあ、スカーフの可能性が高そうだなと思って、まあ、ここは、個人的には、まあ、ジバコイル切って、ラス1のポケモンで展開してくるかなと思って、剣の前強気に押したんですが、まあ、普通に直でポリゴンツアー後投げされるっていう。で、これダウンロードは、まあ、もちろん C が上がって、ちょっとまずいな、みたいな。ちょっとまずいな、みたいな話になって、まあ、これ、剣舞積んでるんだけど、まあ、ここね、ちょっとダイマックスするか迷った。ゴリラがダイマックスして巨大コランダ打てば、まあ、相手のポリツー倒せるんだよね。相手の、ただ、相手からすれば、そのポリツーをダイマさせる選択肢もあって、ポリツーがダイマしてきた場合、巨大コランダで相手のポリゴンツー倒せない。なおかつ、特攻が上がった状態のダイアイスでゴリランダーしょられたら、まあ、相手のウオーラングがスカーフの可能性が、まあ、結構あるわけなんですよね。で、まあ、カバルドンとリザードンだとスカーフウオノラゴンにエラが打たれてるだけで殺されるんで、まあ、ここはもうダイマせずに、ゴリランダー切ってリザードンで展開しようと思って、まあ、ここはゴリランダー切りましたね。まあ、ゴリランダーダイマックスすれば相手のポリゴン2のダイアイスを耐えた可能性はあるんだけど、まあ、さっき言ったみたいに、ゴリランダが削られたら削られたで、結局、そのウオノラゴンのエラが見れんだら負けるから、まあ、ここはダイマしなかったっすね。で、まあ、バチンキーの絵も、まあ、いい感じに完成へと行きつつ、で、ここは、相手のポリゴン2のデーマを枯らすために、カバルドンから入ったんだけど、ね、守る見せてるのがちょっとね、こうなってくると弱くて、見え見えなんだよね。守る、カバルドンの守るで、相手のポリツの台場枯らして、最後リザードンで展開しようとしてる動きが、ちょ、見え見えだから、ここで、いやでもね、ここなんか、そのポリゴン2の HP が結構残ってるから、あんだけポリツの HP 残ってたら、リザードンの攻撃耐える読み、で、まあ、ポリツで、そのカバルドン処理して、まあ、ラス1、ポリリザー対面ができたとしても、まあ、ポリツでトリックルームとかあって展開できるみたいな、まあ、考えで動いてくるかなと思って守るから入ったけど、浅かったね。で、まあ、その守り読みでウオドラゴン出されて、全部弱いもん。まだでもこれでも負けたわけじゃなくて、まあ、相手のウオドラゴンがこだわり鉢巻きじゃない読みはしてるんだけど、まあ、その、スカーフじゃない可能性もあるから、ちょ、まだあるかなと思って対戦してて、まあ、エラ神でカバルドン倒されまして、まあ、相手のウオノラゴンが、あの HP のウオノラゴンはリザードンの玉大ジェットで飛ばせるんだけど、まあ、相手のウオノラゴンが、まあ、持ち物何かみたいな、まあ、スカーフだった場合は、まあ、上からエラ神打たれて、まあ、リザードンダイマックスしてるとはいえワンパンされるんだよね。でスカーフじゃなかったら、まあ、ダイジェットで相手のウオノラゴン倒しつつ、まあ、ポリゴン2もトリル型だった場合は、トゲボーにそんな努力値振ってないだろうから、あの HP のポリゴン2は、巨大5剣で倒せるし、まあ、自爆も打ち抜けて勝ちかなって、勝ちでーすって思ってたらスカーフで死にました。まあ、まあ、これはまあね、まあ、薄々感じてた。ゴリランダーに対するダメージだから。いや、でもね、よーっつって、いや、仕掛けれるタイミング2回ぐらいあったけど、全部相手にやられちゃったから、よーっつって、泣いてました。あ、ちょっとさっき負けちゃったんですが、無様にも相手の順位が高かったんで、そんな落ちることもなく引き続き対戦してたんですが、あ、ちなみにさっき書いてたバチンキーのイラストに関しては、保存しやすいように最後バンって出してたんで、まあ、自由に保存してもらって、まあ、好きなように使ってもらって、構いません。で、この対戦相手は、ルカリオがね、めちゃくちゃ刺さってるんですよ。ポリゴン2、ジバコイル、ヒヒダルマに関しては、ルカリオで弱点取れて、まあ、マリルリパッチラゴンに対しては、まあ、カウンター新作とか絡めれば、まあ、対面、まあ、有利とまではいかないまでも、まあ、一方的に不利ってわけでもないんで、まあ、ルカリオめっちゃ刺さってて、ルカリオで相手したくないのが、まあ、連撃の水流連打打ってくるウーラオスなんだけど、まあ、そのウーラオスは、ゴリランダーがね、ウーラオス倒せるように調整してるんで、まあ、ルカリオゴリラまで確定で、まあ、ラス1雑に使って強そうな、相手のパーティーに幅広く戦えるポケモンが良かったんだけど、まあ、リザードンはなんかマリルリとかパッチとかうざそうだったんで、スカーフウーラオスに、シアしたねー。バクマン読んじゃってね、僕も漫画が目指そうと思ったんでね、
ちょ、絵描いていくわ。やっぱ絵の勉強からね、始めていくわ。で、ウーラオス。YouTube、まあ、集英社とかにね、持ち込んでね、まあ、連載するのは、ま、さすがにきついんで、YouTube とかでもね、漫画チャンネルみたいなのが、まあ、結構あるんですよ。その、日常とかでよくあるエピソードとかを漫画にして、発信してるみたいな。そういう、あれを目指していくわ。しかも YouTube の漫画チャンネルって当たると、まあ、今の YouTube の、まあ、チャンネルのその数字のランキングみたいなので見ると、トップ10以内に漫画チャンネルがね、何個か入ってるんで、まあ、こっからもう YouTube も漫画の時代ってことでね、26歳から始める漫画家生活。でもここ相手のウーラオスが水流連打型だったんで、まあ、ゴリラに下げて、まあ、相手もちろん水流連打から入ってくるんですけど、まあ、グラスシードで防御力上げたっつっても、水流連打その急所でこっちの能力上昇補正無視してアタックしてくるんで、まあ、これはあんま意味ないんだけど、ゴリランダー入りに、初手ウーラオス投げてきてるんで、まあ、多分ね、タスキなんですよね。タスキカウンターで、対弁ゴリランダーも勝てるみたいな方なんだけど、まあ、このゴリラ、カウンターウーラオスもケアできてるんで、ここ相手が、まあ、ウーラオス、タスキウーラオス温存するルートで交代とかされたらめんどくさいんだけど、まあ、割とカウンターに甘えてくるかなと思って、あ、これカウンター用に10万馬力ですね。本当はウーラオスの方が早いんで、まあ、ウーラオスが後手から動いてきてるってことはカウンターをしてきて、で、これでまあ、ちゃんと耐えて、ウーラオスアクアジェットあるんで、ゴリランダーのグラススライダーの上からね、アクジェ撃たれるんですが、まあこれ、グラスシードで防御力1段階上げてるし、ゴリランダーもともと耐久も高いんでね、まあ、アクジェもしっかり耐えてね、気持ちいい！カウンターでドヤ顔してくる相手に対してドヤ読みで切り返してくる気持ちいいってウーラオス倒しました。で、まあ、これはもうとりあえず先に1匹持ってったんで、こっちのがちょっと有利な展開に持っていけてまして、いやこのゴリラマジ強いわ。どっかのさ小猿とはさ全然違った使いやすさ、いやてか5億倍ぐらい使いやすいから全然違うんだけど、まあ、これはゴリランダー取ってきた相手が、まあ、相手の裏にマリロリがいるんだったら、まあゴリランダー活かせるかなみたいなのを考えてたんですが、まあいろいろ考えた結果、まあ、ゴリランダ切りでいいかなってことでグラススライダー打ちました。まあ、ここのグラススラは、まあ、相手のパッチラゴンがスカーフだった時に、まあ、少しでもダメージ与えたいんで、まあ、上から投げられる前にグラススライダー打ったって感じですね。で、相手は、ま、張り切りで外すの嫌って命中安定のツバメ打ってきて、まあ、これでパッチラゴンが命の玉ってことが分かって、まあ、ここウーラオスから入るかルカリオから入るか迷ったんだけど、ウーラオスから入った場合に、相手のパッチラゴンが、ま、ダイバックスしてダイジェットを打たれると、まあ、素早さ関係逆転して、あ、素早さ関係が逆転するっていうか、こっちがダイマしなかったら、まあ、相手のダイジェットで倒されて、ダイマした場合は素早さ関係逆転されて、そのまま負けられるから、まあ、ルカリオから入るしかなくて、まあ、ただ、ここパッチラゴンね、ダイマしてこないと思ったんですよね。そのカウンターでパッチラゴン処理しに行くか、まあ、インファでパッチラゴン処理しに行くか迷ったんですけど、まあ、パッチ削れてるし、なんかルカリオのカウンターとかでダイマされてるパッチ処理されると、処理される方がなんか相手的には嫌かなと思って、まあ、ここパッチにダイマ切ってこないだろう読み、普通にカウンター打たずにインファですね。で、ここのインファは、何が美味しいかっていうと、まあ、相手のパッチラゴンよりルカリオの方が早いんで、相手のパッチラゴンがダイマしてこないんだったら上からインファ打てるんで、その、まあ、ルカリオのタスキを温存した状態で、まあ、パッチ倒せるんで、まあ、めちゃくちゃでかいっていう。まあ、ここはまあ読み勝ちましたね。いわゆる。で、相手のラス位置ポリゴン2だったんですが、まあこっち、タスキ残ってるルカリオプラス、まあ裏も、まあウーラオスなんで、まあポリゴン2に負けるわけはなくて、まあ相手ポリ2デーマしてくるけど、まあでもこれちょっと怪しかったっすね。まあ、怪しかった、つかまあこの対戦もさすが勝ったんだけど、ちょっと先に言っておくと、何が怪しかったかって、なんかダイバポリゴン2に対して、インファイトがなんか思ったより入らなくて、あれこれもしかしてなんかポリゴン2に、ルカリオとウーラオス持ってかれて負けるみたいな、まあちょっと不安が、まあよぎったんですが、いやそう、こんくらいしか入ってないんだよね。なんかめちゃくちゃ硬くて、ダイバポリ2が。まあでも、インファイトをポリゴン2に、まあ打つ瞬間はね、耐久ポケモンの HP ごっそりこの持ってってる感じがめちゃくちゃ気持ちいいんですけど、まだ好きで相手のポリゴン2のダイマターン2回枯らして、まあダイアタック打たれてましたけど、まあさすがに素早さ1段階下げたぐらいじゃ、まあポリゴン2よりはルカリオの方が早いってことで、まあ相手のポリツがめっちゃ S に振ってたら話は別だけど、
でルカリオの攻撃力が178でウエラオスが182あるんで、まあさすがにそのダメージバー的にインファで落ちるかなと思ってここインファ打ちましたね。3回も相手のポリゴン2インファ打たれててカッカカクになってて、相手のポリゴン2殴らせすぎててポリゴンになっちゃってたけど、まあ降参選ばれて勝ちと。まあこの対戦多分ゴリランダーでウエラオスうまく処理できたのと、ハチラゴンにカウンター打たなかったのがねめちゃくちゃでかかったかなと。よーす、ランクの最終日の動画これでまた順位上がって、まあギリギリ100位以内入るか入らないかぐらいだったんですが、気が向いたらまた動画投稿しようと思います。バイバイ。